頭の重さが何キロあるか皆さんはご存知ですか？皆さんこんにちは。猫背専門チャンネル猫背のアジト、今日もご視聴いただきありがとうございます。理学療法士の小峰武明です。今日はですね、なぜ猫背になると肩こりになってしまうか、そんなお話をさせていただきます。そして最後にですね、猫背由来の肩こりをお持ちの方、そんな方に対してですね、2つの選択肢を提示させていただきますので、あなたはどちらをチョイスするのか、はい、ぜひ今日の話を聞いた上でどちらを選択するのかをですね、考えてみていただければと思います。猫背由来の肩こりを考える上ですごく大事なのはですね、頭の重さになります。今日はこの青いボールを頭ですね、頭蓋骨代わりにしてご説明をさせていただきます。この頭の重り、皆さん何キロあるかご存知ですか？大体ですね、体重の 10% ぐらいというふうに言われていて、日本人でいうと大体5キロから6キロぐらいというふうに言われています。5キロから6キロっていうと、500ミリのペットボトルが10本から12本ですね。結構な量だと思いませんか？はい。そして猫背になるとどういうことが起きるかというと、通常背骨の真上にまっすぐにですね、ボール頭が乗っかっていれば、そんなに支えるのに苦労はしないんですけれども、ひとたびこう猫背の状態になると、体に対して頭の位置がこう前に出るのが分かりますかね。そうすると、これ私手を離せば当然ですが前に落ちていきますね。ボールが急に頭がポコンって床面に落っこってしまうということはありえないので、このボール、頭が前にポトンって落っこちてしまわないように、どこかが支えていないとこの姿勢は保持できないですよね。どこが頑張っているかというと、この首の後ろの筋肉、ないしは背中の筋肉が、このボールが倒れてしまわないように支えておく、そんな風に力を常に発揮しているので、もちろん背中周り、首周りの筋肉は凝り固まってしまって、血行不良を起こして肩こりになってしまう。そしてもっと進行してしまうと、頭にも血流が行きにくくなるので、片頭痛を起こしてしまう方ともいらっしゃいますね。猫背由来の肩こりの要素が分かったところで、ここで冒頭でお伝えした皆さんに2つの質問です。この姿勢で頭が前に倒れないようにするために、常に後ろの筋肉でこのように支えている、この努力を一生続けるのか、もしくはですよ、いいポジション下に持っていって頭の位置がいい状態、そしてあまり背中だったり首の後ろに負担のかからない姿勢を手に入れるための努力をするのか、この選択肢2つですね。皆さんはどちらをチョイスしますか？私はですね、ずっと猫背の姿勢が続いてたので、常にね、こう肩こりがあるような状態でした。それがやっぱりすごくしんどくて、姿勢を変えてなんとかしようっていうところにこう考えがね、転換できたっていうのはすごく良かったことだなというふうに思っております。まあ、だからこそですね、自分の身近な大切な人、家族だったりとか友人、あとはクライアントさんにはですね、姿勢を正していくことで痛みや体の動きが良くなって、本当にね、素晴らしい人生歩みましょうよっていうふうな提案をさせていただいております。皆さんの中にもですね、肩こりで悩んでる方いらっしゃると思うんですけれども、どちらの努力をしていくかっていうところをですね、ぜひ今一度考えていただきたいなというふうに思います。もし皆さんの中に姿勢を改善して猫背由来の肩こりを解消したいんだという方はですね、猫背を解消するための方法、あとはエクササイズやトレーニング、ストレッチなどをですね、YouTube の中で紹介させていただいてますので、その動画を参考にしていただきながらチャレンジしてみていただいて、猫背改善に向けた第一歩をですね、踏み出していっていただければと思います。そして姿勢改善をもしね、諦めてしまっている方がいらっしゃいましたらですね、まだちょっとね、諦めるのは早いなというふうに思います。一つでもいいので、何かストレッチとかエクササイズ、
人は仰向けになって万歳するでもいいですので、これならちょっと続けられるなっていうところからスタートしていただいて、こっち側でねいることを容認してしまうのではなくて、こっち側のいい姿勢を手に入れて何とかしていこうという方にチャレンジするきっかけになってくれたらいいなというふうに思っております。姿勢はですね、いつでも改善することができます。ただ、逆に言うと放っておくとですね、老化とともにですね姿勢は悪くなる一方なので、ぜひアンチエイジングも含めてですね、姿勢改善のエクササイズ等を取り入れていただければと思います。今日の動画が参考になったよという方はぜひ高評価ボタンを、そして猫背に関する健康情報を引き続き配信していきますので、下の猫ちゃんマークからチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、では次回の動画でまたお会いしましょう。またねー。